橋本です。よろしくお願いします。それでは、アセンションに向けての、3次元の今までの常識と、そして5次元世界に行った時の全く新しい常識の違いについてちょっと触れたいと思います。でこれは、並木義一さん、私が尊敬しておりますマスターの一人であります並木義一さんが、先日、同じようなお話をしてくださり、それを、聞いたくださった方が、題名をなされて YouTube 上で、アップしてくださったのを私は聞いて、よっしゃーっていうふうに、やっぱり間違ってなかったみたいなね、そんな気持ちが、あって、なんかめちゃくちゃ嬉しくてワクワクして、動画を今上げております。ただ私よりも大先輩である並木義一さんの方が、説得力がありますので、きちっと、メモ書きをしましたので、多少それを、見ながら、今から動画話を進めていこうと思います。よろしくお願いします。いよいよですね、これからポジティブ思考の人とネガティブ思考の人に一気に分かれていきます。もう一気に分かれていくんですよ。いつまでもネガティブなことをバンバン喋ってる人はもうさよならですからね別にそれが悪いんじゃないんですよ、ね、悪いんじゃないんですよ。あくまでも住む世界が違うだけね。もともと3次元にいたい方はそのまんま続けてくださいだけの話です。私はもう嫌なんです。もうアセンションした星に行く、アセンションした世界に行くって僕は決めてるんで、だからこの話をしてるんで、アセンションしたい人だけこの動画見てください頼みますよ、ね、うん、気に食わない人はただ見なくていいだけですから、ただそれだけですから。じゃあ行きます。もう完全に地球はこれから5次元化に向かいます。ね。もうそうすると意識が完璧に変化していくんです。意識が変わるんです。常識が変わるんです。考え方が変わっちゃうんです。ね。だから過去の話をいつまでもしてる人はもうアウト。昔はこうだった。ね。その昔はこうだった。バブルの時代はこうだった。そんなことばっかりをいつまでも言ってる人はね、アセンションには関係ないんです。一切どうでもいい、それはただのゴミ箱ね、そう思ってくださいよ。はいね、じゃあまずね、3次元のね、おさらいします。3次元ね、もうね、ルール、それから常識ね、そういうのにね従って生きてる、特に日本人ね、それから横並びね、就職してみたら、ね、例えば上場会社にいれば、僕は全然ダメだったけど、上場会社とかいい会社に行ったら終身雇用で定年までそこの会社にいる、まあ、こんなことがもう当たり前ね、当たり前ね、一つのことに打ち込む、これを美徳とするね。それから例えばこう、まあ、嫁さんとかさね、親友とか、まあ、いろいろあるんだけどね、まあ、一人の人と、最後まで死ぬまで、付き合っていこう、まあ、これがまあ典型なのが男性であれば妻、妻であれば夫ね、うん、そういうふうな、概念があったね。一夫、一人の男性に一人の嫁さんってね。でもね、これに関してはちょっと余談だよ。石屋がそうやって洗脳したんだからね。昔はね、アセンションしてたユートピアの時代にはこんな常識は一切なかったんだよ、ね。次、特に日本人、世間体を気にする、ね、それから一度結婚してしまうと他の人を愛してはいけない、もうこういう概念が今までずっと続いてるね。それが今度、いや、これから5次元の世界に行ったらどんな風な常識になるかっていうことをね、話していきますよ。いいですか。
まず一つ目、やりたいと思ったことは何でもやる。何でもやるんだよ。それから仕事は複数やるんだって。複数、一個じゃないんだって。それから仕事とプライベートの境目っていうのがね、なくなっちゃうんだってよ。面白いね。仕事とプライベートの境目がなくなっちゃう。それから年の差カップル、これもね普通になるんだって。関係ないんだって。でこれから未来5次元の世界に行くと、人生はね200年っていう時代になってくるからね、20歳差なんていうのはね大したことなくなっちゃうね。30歳差もいいね。羨ましいね。楽しいね。婚姻をしなくても自由な恋愛、こういったので普通になるんだって。だから婚姻っていう、するっていう、あの儀式そのものが五次元にはないんだって。ね。それから次、浮気とか不倫とかね、そういったのも、ね、概念がなくなっちゃうんだって。わかる？ただ五次元世界はエネルギー交換をするから、ここちょっと別な時の動画でまたアップするんですけれど、ね、ただ誰とでもいいからエッチするって、これはねまたちょっとね意味合いが違うんです。そうじゃなくて本当に相手のことを慈しむ、なんていうの、愛し、本当にね愛するんですよ。で愛の表現がまあエッチであり、そのエッチも自分の快楽のためじゃないんですよ。相手に、なんでここで強調してんだかな。相手の方に、男性であれば女性に本当にこう喜んでいただく、ね、そういったことが大前提である。そういったことを僕はここで付け加えたいんです、これに対してはね、うん、はいです。次、それからね、例えば三次元世界では、ね、離婚をすると、ね、責任を取らなければいけないとか、慰謝料を払わなきゃいけないとか、そういった概念がまあ普通だよね。で裁判もそれが普通だけど、五次元世界にはそれが一切ない、うん、でこれについてもまた、付け加えた、なんだろう、ちゃんと お話をしないと誤解を招くんだけど、時間がなくなっちゃうからここで一旦やめときます。それから次、階級意識とか差別意識、こういったものが一切なくなっちゃうよ、うん、それから恥や外聞、世間体、お世辞、見栄、こういったことも一切なくなっちゃうからね。一切ないんだよ。、うん、だからこれがなくなるから、何かっていうと逆に言うと陰口もなくなっちゃうんだよ。うん、なぜって、全部オープンだからね。全部思ったこと全部に口にするんだよ。心で思ったことは全部口にする。いいことも悪いこともね、嫌なことも全部口にしちゃうんだよ。ね、うん、今僕やってるよ。だから今は嫌われてるよ。まだ早いから。うん、それからこんなことを言ったら相手を傷つけるのではないか、こんなことをしたらバカにされるんじゃないか、これはね、もうね、三次元の、もうね、特有の、波動なの。でね、ここの根底にある心の状態、魂の状態は、不安、恐れ、ね。こういったことがね、原因なの。ね。で、こういったことが五次元世界に行くときには、全部浄化されて、自分を純粋に、ありのままにね、表現することがね、できるようになるの、5次元になると。わかる？楽しみだね。僕ね、この話、並木さんの話聞いて、俺やってるなと思ってる。うん。ズバズバ言うし、うん。心で思ったこと全部言っちゃうもん、バーンって。だから今一生懸命失敗してる。波動が合ってないから、3次元の人に、ね、こんなことバンバンやっちゃうもんだから、もうどんどん嫌われてんの。バカでしょ。だけどあともうちょっとで僕これがね、僕がこれが普通になるの。
橋本お前面白いやつだねっていい線いってるねってみんなに言われてね、褒められんのその代わり陰口も言わないよ、うん、ゴシップ言わないよ、うん、楽しいね、うん、だから皆さんも早く今からこういう訓練ね、こういう意識、こういう、風にやってった方がいいよ、うん、ね、後からやったら苦しいよ、大変だよ、ね、早いうちにやった方がいいよ、本当に、うん、次いくよ、どんどんいくよ、ね、五次元に行くと優劣がなくなる、ね、それからね、勝敗、勝ち負けなくなっちゃう、それから上下関係、ね、上司だとか部下とか、こんなないないよ、全部お互い一緒、フラット、ね、それから始終関係ってあるじゃん、なんかあるじゃん、なんかこう、ね、始終関係で、弟子と師匠みたいなさ、こういうのなくなっちゃうよ、うん、それから、それがなくなると何が起きるか、ね、ね、人間三次元に行った時はみんな心で我慢するから、嫉妬するとかさ、ムカつくとか、めんどくさいとかさ、ね、そういったね感情がね実はねみんな持ってんの裏で、でこんなのもね全部解放されちゃうの、解放されちゃうんだよ、嬉しいねなくなっちゃうんだよ、楽しいよ、ね次、物質の世界、三次元というのは物質中心世界、ね、そこに全部意識がいくんだけど、それが魂、それから精神性、スピリチュアル性、こっちが最優先されていくんだよね、うん、こっちが重きが置くんだからね、だからこっちに意識がない、いつまでも物質のこと、金田のこと、物だとか、そんなことばっか言ってるやつはねもうさようならって感じ、アセンションにはいけないよね、次、死の概念、死んだ時の概念がもう全く変わっちゃうよ、うん、要は生まれ変わりは当たり前ね、あの世、魂の世界が普通でまた生まれ変わるんだよっていうことが普通の感覚になるんだよ、ね、だから不幸だとか悲しいとかね、うん、いなくなっちゃったとか死んじゃったなんつって連絡、そんなことないんだよ、お祝いだよ、お祝い、あーやっとふるさとに帰ったね、よかったね、おめでとうって、こっちになるんだよ、五次元に行くとねえ、だからいつまでもくにゅくに泣いてたとか寂しいとかね、そんなこと言ったり、ね、お墓だとかね、そんなことどうでもよくなっちゃう、全部うん、だからお坊さん失業しちゃうようん、ね、もうとにかくそんなね、もう何、あの何、聖職者、うん、本当の魂のこと分かっててね、スピリチュアルのこと分かっててね、手品みたいにね、いろんな不思議なことができる、そういう人は別だよ、うん、ただのね、三次元かぶれした坊さんなんか全部アウトだからね、アウトだよ失業しちゃうんだよ、うん、言っとくよ、もう早めに言っとくよ、うん、いい、三次元はエゴ意識ね、五次元は魂ね、いいかい、でその上があるんだよ、その上が六次元、七次元って、いい、もうね、六次元の意識まで行っちゃうとね、半分人間、半分神様っていう状態になるんだよ。これね、僕普段、先週ね、あのアセンションの会の時に皆さんの前でいつも喋るんだけど、ね、手からね、こうやると食べ物はいくらでも出てくるとか、ね、今から私いなくなりますよってふーってやるとふわーって消えちゃったりとか、ね、それから今この瞬間テレポーテーションしますよって、ピュッて今から大阪のこの時期で行くって、そうするとふわーって消えて、プッとその瞬間にもう次もう大阪にいるとか、こんなことができる、それをねずっと言ってきたね、それがね、並木さんも同じこと言ってくれたね、もう嬉しかったな、俺嘘言ってなかったと思って感動しちゃった、うん、嬉しかった、もう今日はお祝いだね僕ねまあそんな風なのが6次元。で、その上があるんだよ。7次元、8次元、9次元って。もうそうなってくると、もう完全なハイヤーセルフとか、そういう表現になって、もう物質じゃなくなっていくんだよ。ね。意識だけの世界だよ。うん。でも、そうありながらも、
肉体を持って自由に肉体にまた戻ったりとかってね、そんなこともできちゃうんだよ、うん、楽しいだろう、本当に嬉しいね。いよいよ来たよ、来た来た来た、興奮するよ、うん、だからまあね、もうこれね本当にざっくり言っただけなんで、ここについてまたね細かくまた僕なりの今まで学んできたことをこう話していくとまた長くなっちゃうから、この辺で動画は一旦切りますけれども、なんたってね、並木義和さんが同じようなことをお話ししてくれたこと、これが僕にとってはすげえ財産。嬉しくて嬉しくて仕方ないね。うん、なので僕はもう間違いなくアセンションの世界に向かうから、行くから、同じことを体験するよ、この残りの人生で。だからこれに私も体験したい、僕も体験したいっていう人は絶対にこの指止まれだよ、この指止まってね、ついてきてよ。ね、全部教えるから、うん、僕の知り得た情報は全部だよ。ただ僕もまだ人間やってるし、ね、並木さんみたいにね、チャネリング能力だって全然もうこんな違いがあるしね、ハイヤーセルフさんからのメッセージの質のもうあの人の凄さなんか比べたら、もう僕なんかもう鼻くそだ、鼻くそだから、もうそういった意味ではまずは僕なんかの話より並木さんの話をちゃんと聞いてね。ね、でも僕は僕なりに自分の体験談も含めて、本当に、動画で、言いたいことを伝えていこうと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。